しくお願いします。昨日ですね、月曜日で祝日だったので時間をもらってドライブに行ってきました。まあ、佐賀からぐるーっと回って500キロぐらい走ってたんですけれども、燃費がですね、なんと25キロ超えていました。やっぱりこれガソリン添加剤の効果があるのかなという気がしますね。こう最近は長距離ドライブをしたところでこう、まあ、23、4はいかないですね、23半ばぐらいまでだったんですけども、まさか25を超えるとは思いませんでした。まあ、実燃費もですね、20は余裕で超えてましたもんね。なので、まあ、メーター読みで 25. 点いくつっていうのは久しぶりになんかこう見たような気がしますね。まあ、新車だった頃っていうのは長距離ドライブすると、まあ それでも4ちょっとぐらいかな、25ってなかなか見たことがないので、まあ、ガソリン添加剤の効果がもしかしたら出ているのかもしれないですね。まあ、実際こう加速感みたいなものっていうのは僕自身は結構こう改善っていうかしたような気がしているので、まあ効果があったのかなっていう気はしています。まあもうね、僕の車はガソリンタンクがちっちゃいので、まあ1回に1本丸々だとちょっと多かったので2回に分けて入れたんですけれども、もう2回は入れ終わってですね、その後ガソリンを満タンにしたので、ガソリン添加剤っていうのがもうガソリンタンクの中にはほぼ残っていない状態でのスタートだったんですけれども、やっぱり25っていうのは立派だなっていう気がしますね。まあハイブリッドっていうわけじゃないですからね、この車ね。で、車重も結局乾燥状態で850ぐらいだったかな、830か50ぐらいだったので、やっぱりそんなに軽いわけじゃないですもんね。まあアルトワークスとかの車重を考えてみたらもっと軽くできたのかなっていう気もしますけれども、まあ MR という車の特性上あんまり軽くすると多分安定感がなくなって、かえってこう乗りにくいっていうか、みんなが楽しく乗れる車じゃなくなってしまうので、ある程度こう重さっていうのも必要だったのかなと僕自身は思ってるんですけども、でもよく言えばやっぱりもうちょっと軽いともっと楽しかったのかなと思う時がありますね。なのでこうガソリン満タンにするとちょっと車が重たいような感じがします。まあ、空に近い方が当然車自体も軽くなるので、やっぱり動きがシャープというかね、スムーズな感じがするので、あと50キロ軽かったら全然動きが違ったんじゃないかって思う時もありますね。まあ、でもこればっかりはね、こうみんなが楽しく乗るっていうためには安全性っていうのも絶対必要なことですから、まあ、僕自身も運転が上手なわけじゃないので、多分あと50キロ100キロ軽かったら多分怖くてアクセル踏み切れないと思うんですよね。そう考えると、まあ、手の内に収まるぐらいの車って考えると、やっぱりものすごくよくできた車なのかなと思っています。ということでね、ガソリンタンクにガソリン添加剤入れてからやっぱり燃費が全体的に上がっているような気がしますもんね。なのでよかったらね、皆さんもこう今この車がもうちょっとで6万5千キロになるので、まあ、乗りっぱなしだったっていうのもありますけれども、こう時々はね、車のメンテナンス、普段してないことを試してみるっていうのも楽しいのかなと思いますので、今度はエンジンオイルに入れる分っていうのを今度オイル交換するときにでも試してみようかなと思います。それでは勝谷の孫でした。ありがとうございます。失礼します。